はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん。スーパーマリオチョコエッグです。あ、こちらですね、なんとスーパーマリオ30周年のチョコエッグみたいですね。そうだね。うん、ちょっとね、箱も金でゴージャスだよね。そうだよね。うん、それはですね、4箱を買ってきました。2番がしっぽマリオ、4番ルイージ、9番トゲゾウ、13番マリオ&プレゼント。だね。箱に書いてあるのはこの4種類だけですね、うん。一応ですね、13種類プラスシークレットが1種類入ってるみたいです。はい、では早速開けていきましょうか。うん、はい、それでは開けていきましょうか。はい、はい、エイシン君、こちらの2箱お願いします。タッパーこっち開けるよ、はい、あ、そっか、今回タッパー用意しなかったから、うん、食っちゃおう、チョコレート。そうだね、食っちゃう食っちゃう食っちゃうしかないんだよ、うん、あ、さっきご飯終わったばっかりだしね、うん、はい。まあちょっとね、2個っつってのはね、ボリュームがあって食べるのきついかもしれないけど、うん、まあチョコは美味しいからいいよね。そうだね。ではまずパパの方1つ目開けますよ。はい、とりあえず開けるときは綺麗に開けようかね。では1カプセル目開けますね。はい、何が出るでしょうか。シークレットが出てほしいけど、で出してみよう。はい、はい、あ、これはさっきのトゲゾウだ。トゲゾウ、あ、トゲゾウだね。これハンターってやつが出た。そうだね。はい、9番のトゲゾウが出ましたね、うん、よかった、よかった、うん、いきなりちゃんと分かるやつが出てよかったね、うん、はい、ラインナップはこんな感じみたいですね、うん、うん、やっぱマリオが欲しいかな。そうだね、うん、じゃあどんどん開けていきましょう。はい、ではパパ2箱目開けますね。はい、はい、マリオ出てほしい。あ、ヘイちゃんもカプセル出した。うん、じゃあかじって出した。じゃあエイシン君の1カプセル目からまず開けちゃおうか。はい、じゃあエイシン君の1カプセル目パパ開けるよ。うん、はい、じゃあいきますよ。せーの、あ、お手でこうやって出してくれる。ここに落とそう。せーの、ほい。お、これはなんだこれ。ボム兵。あ、待てか、爆弾、もう爆弾、爆弾、爆弾爆弾が出た。爆弾だね。ボム兵、これ合ってんのかな。ボム兵、ボム兵、どっちなのわかんない。ボム兵かな。じゃあパパの2カプセル目開けますね。はい、よいしょよいしょ。マリオお願いしますと。あボム兵、破った。ボム兵、ボム兵、ボム兵、ボム、ボム、ボム兵。あ、エイシン君最後の1個お願いします。はい、開けちゃってください。はい、カプセル、よー、ギョー、じゃあエイシン君の2カプセル目パパ開けますね。はい、手この辺に出してください。いくよ、マリオお願いします。す、お願い。あドッスン、ドッスン、ドッスン、あれだ、これでよ、ドガン。そう、それそれそれ、ドガンって。そう、それそれそれ。はい、ボム兵はこんな感じですね。後ろにゼンマイがついてて、上もうこれ火ついてんだね、うん、あの黒くなってますからね、うん、はい、これがボム兵、うん、そしてこちらがドッスンです。これよくできてるね。そうだよね、うん、ゲームと同じ顔してる。そうだよ、うん、はい、ということで今回はですね、スーパーマリオ30周年のチョコエッグを4箱開けてみましたね、うん、残念ながら敵キャラしか出ませんでした。そうだ、あ、なんかこれはなんか寂しすぎる。うん、うん、今までね、箱買いして買ってたからね、うんうん、これまでやったその他のチョコエッグのフィギュアと同じようにおトイレに飾りましょうかね。そうだね、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。